の結論、チャイルドシートがなくてもシートベルトをしてなくてもラストウィンドウを倒していても違法じゃありません。ヒッシュン。うわ、風が強い。今日はもう桜も散ってしまった。やっほー、俺様もいるよって。あ、ここだった。入ってくる場所間違えた。もういいか。よし、今日は天気もいいんでって、もうちょっと良くなくなってきちゃったけど、今日はこのジープくんの紹介をします。一周ドライブしてからね。よいしょ。ああ、風で私の額が今日はこのすごい古い三菱ジープを乗ってきたんで、ちょっと公園の周りをぐるって一周回ってこよう。回ってこよう回ってこよう。これね、すごい乗りやすい。うちのジープの中で一番恵比助は乗りやすいです。よいしょ。左ハンドルで、なんだか止まってんのかな。もう結構古いやつだから修理が結構修理してるんだよ。この椅子もエミスケ特注、背もたれついてる普通の椅子はここまでだけど、この分厚くしてもらいました。足が短いエミスケだ。こんにちは、エミスケです。相変わらずノーメイクと汚い格好で公園まで今日はやってきました。今日はジープを紹介します。これは三菱ジープ、昭和33年の1958年かな、東京タワーが建った年のジープです。で、これが MB に見えるけど、中身は MB に見える風にしてるけど、中身は三菱なんですよ。で、この古いジープが好きな理由の一つとして、あ、こっち助手席だけどシートベルトがありません。最初からついてません。昭和33年の車なんで、これはシートベルトじゃなくて、ここをガチャンってつけて、まあ落っこちない落下防止のやつで、シートベルトはありません。しなくていいんです。そんで、もしシートベルトをこれにつけるんだったら、そのボルトとかの共同証明みたいなのを出して勝手にシートベルトをつけると逆にダメで、車検とかに受からなくなっちゃうよっていうところが、このシートベルトがないから楽ちんっていうのが、まあその MSK がこのジープが好きな理由の一つでもあります。そして次、この赤い、これ機能性抜群は赤で、ブレーキとウインカーとスモールと、あとここ真ん中反射板もついてる。で、この年式の車はウインカーが赤でもオッケーです。内装。このね、丸っこいやつ。これヒーターなんだよ。パカンやって、ボーってあったかいの出てきます。冬でも足元はあったかいんだよ。クーラーはついてないけどね。あと、このウィンドが倒してあるまんま、走行してる動画前にも出した時にコメントとかでもあったんだけど、これが倒して走るの違反なんじゃないかっていうのコメントとかもあったけど、関東の陸運局じゃないや関東運輸局
にの人にちゃんと確認したら、ウィンドウを倒したまま走行するのは違法じゃないってことをしっかり確認してますから、エミスケはでそれの詳しい情報図か、それ詳しいことは下の概要欄に書いとくから、気になる人はちょっと読んでみて。よし、次今度はエンジンルーム、よいしょ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 、じゃんじゃじゃーんじゃんじゃじゃん。このエンジンは最初についてたエンジンじゃないの。これが発売されてから20年後ぐらいの新しいジープの2400cc のエンジンに乗せ替えてます。これはそれでだからギアミッションも本当は最初はだから3速だったんだけど、それが4速になってます。色のっぺりしたこの緑、かっこいいでしょ。降りる？僕軍も来てますよって。よいしょ。かっこいいでしょ？かっこいいでしょわ。これかっこいいでしょって。じゃあ、じゃじゃんじゃじゃーんって。あと、この椅子。ガン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 。これいい感じなんでしょ。これはね、実は最初についてた椅子じゃなくて、この中に、なんとテンピュールの座布団テンピュールをこの中に入れて椅子屋さんに作り直してもらったんです。だから超距離運転しても全然疲れない、お尻がお尻があとはなんかこのジープのことで質問とかあったら下のコメント欄からコメントをください。ということで、こんなボロボロな服装でノーメイクのエミスケでした。じゃあねー、バイバーイ。ピンポンパンポン、じゃーん、おまけ、こいつも連れてきてました。三岡の MC1 エミスケ仕様、かっこいいでしょ。